サカツク04、始まります。インターナショナルカップのグループステージを首位通過した日本代表。前回からお話しさせていただいている通り、負けたらそこで終了。それとは別に優勝シーンは取るという形でいきます。では、行きましょう。ベスト8をかけ、ベルギーと対戦です。ベルギーは嫌だな。我が日本代表の選手たちは、神の領域に届いている選手たちばかり、数名が世界屈指、スボビクだけがそこにも届いていないという構成です。力の差はあります。こちらが上ですが、何があるかわかりません。福西バーッと決まった。日本試合開始直後、あっという間の先制ゴール。1対0。パスがよくつながります。いいとこついてますよ。バーッと来たゴール。ベルギーリードを許しません。ここで同点ゴール。1対1。割れんばかりの大歓声。見事にゴールネットを揺らしました。2対1。コーナーキック、一度様子を見ました。ダーッと来たゴール。中田英寿、追加点となるゴールゲット。3対1。コーナーキックを得ました。この心理、中田決まりました。日本さらに得点を重ねます。4対1。試合の方は全く嫌な予感はなく、大勝で2回戦へ。2回戦、ここは最高クラスのフランスが相手でした。ここから本当にわからない戦いが始まっております。接戦となるかと思いきや、完全に圧倒する日本代表、序盤から得点を量産し、すぐ試合を決定づけます。前半だけで4得点、危なげなく、準決勝進出です。残っているのは、アルゼンチン、スペイン、ドイツ、そして日本、どこと当たってもラッキーはないという状況になりました。準決勝の相手はドイツ、一番厳しい、怖いドイツと当たります。こちらが上だからって、日本も半分くらい負けそうな気がします。作戦は同じサイド攻撃、しかしシステムが違う、これがどうなるか。ドイツ代表対日本代表、インターナショナルカップもいよいよ準決勝。世界も注目していますこの一戦。今日の試合、実況は八塚博士、解説は木村和司さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。ロングボール、小野伸二、横へ流します。パスがよくつながります。久保、ダーッと来たゴール。日本先手を取ります。0対1。福西、うわーっと来た、これすごい。日本突き放します。0対2。おっと、ショートコーナーです。
松井ダーッと来たゴール日本前半残りわずか、ここで得点しました。0対3。さあチャンスになりますよ。面白い、中に絞ってきた、来たドイツ。後半開始直後に鮮やかにゴールを奪いました。1対3。さあセットプレーになります。小野伸二、来た日本リードを広げるゴール。1対4。熱い戦いを繰り広げるかと思いきや、ここも大勝。残るは決勝戦だけとなりました。そして決勝は一つ絶対やると決めていることがありました。その決勝の相手はアルゼンチン。スペインを破ってやってきたようです。せっかく呼んだのに使ってない男がまだいるんです。獲得し、留学させ、育成させていたのにもかかわらず、ここまで一度も。まずは、352ダブルボランチ、カウンターの布陣。ドイツの時と違い、カウンターで相手に挑みます。スタメンは別にいじらず、使っていない男は途中出場でこそ花開く、そんな作戦でいきます。アルゼンチン代表対日本代表、世界中がこの一戦に注目しています。世界王者に輝くのは一体どちらか。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説は J リーグで活躍されました水沼貴史さんにお願いしています。水沼さん、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。選手たちがフィールドに姿を見せました。取り急ぎ先発メンバーを紹介します。画面の左側にエンドを取りました、白と水色の縦縞のユニフォーム、アルゼンチン代表。ゴールキーパーオア、ディフェンダーペラルータ、アジャラ、プラセンテ、クリスチャン・アルバレス、ミッドフィルダーアラビレーズ、レドンド、シボレ、ガジェリコ、フォワードバティスタ、サビオラ。システムは 4-4-2、 サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。対戦しますオフホワイトのユニフォーム、日本代表。ゴールキーパーの毎日がレボリューション、ディフェンダーの阿部、坪井、中田、ミッドフィルダーの福西、七海、小野伸二、市川、松井、フォワードの三浦、久保。システムは 3-5-2、 守りを固めて速攻から得点チャンスを作ります。まもなく国歌の吹奏が行われます。ピッチの上では試合前のセレモニーが行われています。試合を記念して撮影が行われています。インターナショナルカップ決勝戦、今始まりました。左へ出します。ここもつながる、福西、来た日本。ゲーム開始直後いきなり先制、0対1。横へ流します。ショートパスで回していきます。三浦、来た、決まりました。ここで決めてきました。0対2。スペースに出た、
追加点のゴール。0-3。ここで前半戦が終了。日本代表3点のリードを奪っています。前半だけで3点のリード、このままいけば簡単に優勝が決定していく、そんな形で後半へ。運命の45分、後半開始のキックオフです。きれいにつなぐ、レドンド、きた、決まりました。アルゼンチン後半開始してすぐの時間、ボールを得ました。1-0。コーナーキック、バティスタ、絞れ、きた、見事なゴールを決めました。2-3。後半は一転して劣勢、気づけば1点差に迫られてしまいます。さらに悪魔の光が輝き出す。クリスチャン・アルバレス、エクセレントゴール。アルゼンチン見事な同点ゴールを決めました。3-3。これで3点差だったのが一気に追いつかれてしまいました。これはもうあいつを呼ぶしかない、スーパーサブのあいつを。野人岡野、お前の出番だ、決めてくれ。交代枠は3つ、松井大輔に変えて中田秀俊、三浦和義に代わり、野人岡野、延長も見据え交代枠を1つだけ残し勝負に出ます。さらに岡野には合っていないかもしれない。3点差を追いつかれた 3-5-2 のままはどこか怖い、ということで 4-4-2。 岡野は飛び出して点を取ってもらう作戦。フリーで好きに動け、お前に任せる。ここは止めました。左へ大きく出した岡野、ここで決めてきました。3-4。ゴールシーンです。いやどうなんでしょうこのゴール、素晴らしい。彼の本当の力を垣間見た気がしますね。交代してすぐのプレー、試合終了間際のゴール、このまま行けば優勝決定ゴールという大仕事を岡野がやってのけるということに。キックオフされました。絞れ、ロングボール、インターナショナルカップ優勝、世界の頂点に立ちました。このまま試合終了、岡野、期待はしてなかったけど、こんなドラマな展開で終われるなんて、本当に本当に思ってなかったです。負けたら正直にそのまま流す、もともとリセットはしない方なので。優勝してどうなるのか、日本代表監督を請け負うプレイヤーは自分も含めてかなり少ないと思ったので、代表のプレーをお見せできたらいいやと、そのくらいにしか思っていませんでした。それなのに岡野がやってくれた。本当にこの時声が出ました。本日は日本代表インターナショナルカップ優勝を成し遂げた模様をお送りしました。実況や通貨解説は元日本代表水沼貴さんでお送りしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。We'll be right back.
景色